皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ご紹介するのはこちら。ドーンということで来ました。えー、本日ご紹介するのは、アンバーニクシャさんから出ます RG353M です。 え、発売がなんとね、明日、明日発売になりますので、1日先行で、えっと、こちら動画を撮らせてもらってますんで、明日買おうかな、どうしようかなって思ってた人は、まあ、一つの、えー、参考にしてください。ただし、うちは長いので、今回はまあ、開封の儀っていうところでシステム見ていったりするところで、と、え、ど、ー、まると思いますんで、そこはご了承ください。 えではですね、中身見ていきましょうか。早速上げていきますよ。まあ、353M ということなんで、えー、前回のね、353V、縦型の V ですね。もう僕、個人的には縦型の方ま完成形かなと思ってたやつの横型版が出るという、いつもと逆の展開ですよね。えー、それでは行きましょう。あ、でもそうか。353のあの横型のやつも出たからかな。 いや、もうちょっと記憶が薄れてる。ごめんなさい。開けていきます。ドーンということで、えー、早速本体出てきましたが、えっ、ー、とー、もうちょっと引こうか。はい、出てきましたが、いつも通り、底蓋チェックからいきましょう。よいしょ。ドッスンということで、いろんな付属品が入っているので、一緒に一個一個見ていきましょう、えー。まずは何と言ってもこちら、マニュアルですね。マニュアルが付属されています。 えっと、K101 プラスからかなこのデザインに、えっと、合わせられましたねもともとはこれは K101 プラスの、えっと、このなんかデザインやったんですけどねでアンバニ肉社が多分だけど利権買い取って、えっと、発売したやつがこのまたデザインやってで前回も確かこれやったんじゃなかったかな確かねちょっともう最近いろいろいろんなもの紹介してるんでねなかなか記憶がちょっと統一化されませんがご了承くださいということでちょっと開いてみましょう。 いつもの中英ですね。中国語、英語の説明になっております。まあ、デュアルシステムの、まあ、起動の仕方とか、まあ、えっと、初期オリ,オリジナル OS ですね。オリジナル OS では、ここが、えー、こういうふうなことなってますよ、こういうふうなことなってますよ、ということでなってますね。 で、まあ、この辺はいつも言ってる通り、あの、もう、オリジナル OS も最近はすごくレベル上がってきてるんですけども、やっぱりいろいろ、まだまだ、えっと、かゆいところに手が届かない状況やったり、ちょっと不具合があったりするので、やっぱり ArcOS なり、GelOS に耐えることになります。そうなると、この辺のファンクションキーっていうのは全部変わってくるので、よく最近コメント来るんですけども、ArcOS にしたら、ああいうメニュー出せなくなるんですかとか、えー、そういうふうなものは、えっと、全部変わります。 なので、その辺は各、えー、と作ってる、まあ、カスタム OS ですね。カスタム OS をそれぞれ作ってる GitHub 内の公式ページに行って、ショートカットは、えー、とそこで、えー、と覚えてきてください。これはあくまでオリジナル OS の場合に限ります。まあでもオリジナル OS でも多分大丈夫と思うけどね。で、次が充電用の USB-A と USB-C ですね。充電のケーブルになってます。もうこういうの iPhone がどんどん削っていく中ね。中華ゲーム機はちゃんと入ってますよ。 でえっと、中華ゲーム機シェア、えっと、トップダ <laughs> ントツというかこの会社以外ないんちゃうかなっていうぐらいのえウエットティーが入ってますと保護シールですね当たり外れの、えっと、今日の運勢が分かる当たり外れでかい保護シールがついてます当たりであれば超ラッキーむちゃくちゃ分厚いですからねむちゃくちゃ分厚いガラスの えー、こちら保護保護シール保護シシーールルになってますただし僕は今日までハズレが結構多かって前回の 353V は当たりやったんですけどもハズレの場合は内面のシールのとこが弱くてそこに気泡ができて絶対抜けないっていう状況になったりしますのでもうこれは当たりハズレなんでおまけと捉えてください怖いもう買ってすぐ貼りたいねんっていう人はもう予備で自分で Amazon で買っておくか100均で買ったものを切って用意しておくことをお勧めしますさあということでですねいよいよ本体 見ていきましょうか。ドスンということ、むちゃくちゃ重いよ。<laughs> 久しぶりやなこの重量感。あなんか懐かしいな。え最近だからえメタルってなかったんかずっと。結局ウィン0 0とかえっと RG 5ーマリーさんもメタルっぽいえっと形だけどプラなんですよね。塗装がメタル塗装なだけで。 でではいきます、えー、R G M です RG353M だから久しぶりですよこの感覚ドスンということで見てもらったら分かる通りブルーを選びました今回はねえっとパープルっていう色と2種類あるんですよねここに多分書いてると思うはいえー、っとディープパープルですね <laughs> ディープパープルと、えー、ブルーがありますこれは僕はケンプファーブルーと呼んでますが それでは、えっ、ー、と、RG353M、えー、皆様と一緒に見ていきましょう。3 2, 1, Girl,、2、1、GO! i r u n d b バー r d どうぞということで、いや、やっぱりええないや、やっぱメタルええな あ,あ、ええー、わ、え、これ、え、ちょっと待って、これ、RG351MP よりちっちゃくないかこれ。え、めっちゃ薄くてちっちゃいんやけど、え、ちょっと比較するごめんなさい。本体全部見ていく前に、RG351MP です。はあ、全然違う。ほら。うわー、全然違うわ。 あ俺全く一緒の筐体使ってんねやと思った内部だけえ一緒これいや違う高さがまず違う高さが全く違う高さが全く違いますね高さを伝えるのは難しいんだけどもう、まあ、こういう風にしたら分かるかなはい高さがまず違う高さ厚み厚みがまず全然違うこっちの方がプクってなってるけどこっちはシャープですよね分かるよねもうまあ見たら分かるよね ああ違うんや俺使い回しやと思ってた並べてみようかちょっと待ってよ。うんわかるこんだけ違います横も違うよね横あ横いしいや横ちょっと違うなこれはビデオでは伝わらんと思うわこんだけ違うあこれ伝わりやすいね こんだけ違います。で縦は縦はこんだけ違うだからちょっと一回りって言い方はあの行き過ぎやと思うけど薄い一回り違うでも印象としてものすごくちっちゃく感じるでこのアンバーニックってロゴがなくなったんだね。 でですねえっとちょっと色の違いですね同じおじいさんがいるところのケンプファーブルーではあるんですがあのね 353V の方がちょっとだけえっと色の濃度が薄い感じがします。これ今光の加減でこっちに光があるのであのちょっと強調されてますがこのように真上に持ってくるとそこまで変わらないですよね。だからそんな感じで えっと、353V の方が個人的にはちょっと濃淡が濃いように見えますね。でですね、えっとまあ、結構こう、まあ、ラメ粒子の違いみたいなものもあるとは思うんですが、えっと、351MP の方が何て言うんかな青赤よりの青なんですよ。まあ、同じその黄色が入ったターコイズブルーの深い色みたいな色なんですけどもどっちかっていうと赤よりの濃い青。 で 353M の方がどっちかというと黄色よりの緑よりの薄い青っていう感じがしますね。これはちょっとね光の加減でなかなかこれビデオはよっぽどうん高性能なビデオカメラじゃないと伝わらないと思うんですがうんあとねちょっと光のこう 加減みたいなのでもちょっとその雰囲気がかなりお互いニュアンスが変わるものなのでまあものすごい分かりやすい言い方で言うと35と 351MP の方がちょっと濃いで 353M の方がちょっと薄いって思っとくといいと思います。ちょっっとと明るいってい,う言い,方でいいと思いいいてう言方で思ますね ここまでの差はないよ。でもこういうこれぐらいの差が出てるよ。っていう風な感じで見てもらえるといいと思います。ただし、ケンプファーブルーはケンプファーブルーで同じでメタリックな感じや当然メタルですんで、アルミかちょっとわからへんけど、材質はえということはえっと分かっておいてください。で、えっと前回の35。3v と比べてみましょうか？35。3v と比べるとこんな感じ。 えっと、性能は全く一緒ですさっき言っときますけども性能は全く一緒でこんだけ見た目が変わるっていうのはすごいねうんいやそれは当然ですけども基板設計から全部変えないといけないからね当たり前ですけど全く違う基盤になりますから同じやつ使っててるななんてことはないとはい思うけどねもしかしたら初めから2つ出す予定で基板はこれぐらいの大きさで。 で一緒でで液晶だけこうずらししててて、まあ、フレキシブルとととかかか縦にっていうこななのかなもしかしたらちょっと中ばらしてないんでそこまで分かんないですけどなので、えっと、351MP は MP である程度の完成形でこれはこれでよくできてる今でも第4世代の完成形としては僕は全然これおすすめしますけど、まあ、こっちの方が当然性能いいんですよ。僕が言うところの4.5世代ですから。 性能はいいんだけど本来でかくなると思われるんだけどなんとちっちゃくなってるっていうのでこれはこれでこれだけ見てた時は非常にスマートでメタリックでポケットにも入るしよくできてるという胸ポケットは無理ですよ夏場の服のねだるんて服ねでもこれはさらにシャープでキュッとなってその本当にこうピューっとなってるひひ 0. 何周りの違いですけれどもうん。 あのものすごいコンパクトになった印象を受けると思うみんなえこんなちっちゃいのっていうぐらい印象が必ず受けると思いますこれはでは前面見ていきましょうか上面上面はこんな感じ LR が横並びで 3.5mm ヘッドホンジャック、えー、外部入力端子の USB-C でミニ、えー、HDMI ですね で、えー、充電用の USB-C でファンクションキー。ファンクションキーが、えっと、こんな感じで黒ボタンになりました。これ分かりやすいですね。えっと、出っ張りはほぼないけど、ほんのちょっと、ほんのちょっとだけうっすら出っ張ってる感じがあります。見えてるかなはい。で、本体右、リセットボタンと、えー、パワーボタンですね。が並んでます。同じような、えっと、溝になってますが、 溝で凹んでるところに電源ボタンは飛び出しているけども、リセットボタンは彫りの下と平行になってます、約だから合子がないようにはなってます。よ、まあ、この指の腹でも押せる、えっと、距離にはありますが、 すすすぐポンととと間違って押すことはないと思い思ます電源ボタンは反面へこんで、えっと、突起してカバンとかに入れてポンと不意に電源が入ってしまうことは極力防ぐこうし、えっと、高さになってますが当然リセットボタンよりかは頻繁に押すものなので溝の中にボタンとして突起になっているという感じですね。で本体左側は音量ボタンということでこちらも溝の中に突起して存在しているというボタンですね。 何かガチャガチャ遊びがあるような感じはないです。ただ上よりも下の押し、押し感があんまりプリッと感がないかなと。上はプリップリップリッって押すけど、下はちょっとムニュムニュムニュッとしてなってますんで、これはもしかしたら内部の接触が僕のやつが個人的に悪いのかもしれないです。で、えっと、下側面。SP カーナーが左右にあり、スロットはもう毎度の最近になってきたデュアルスロットになってます。 で、一応、1の方に OS が当然入っていることになりますんで、今回も同様、えっと、まだ電源入れてませんが、こいつを入れっぱなしで電源を入れると、Linux モード、今までのえっと中華ゲーム機の属に言う OS の状態になり、抜いて起動すると、Android モードになると。前回の 351V の方では、えっとね、だから L かなんかか、えっと、押しながら電源入れると、ほんまは Android とか、えっと、Linux、これを入れてても Android で立ち上がるってなってたんだけども、多分、システムのバグでそれはできてませんでした。 という感じで、えっと、35、えー、3V と比べるとこんな感じですね。リセットボタンがその当時は下にあったんですよね。うん、これは僕は下にあった方がいいと思います。で、えっと、システムのやつ、えっと、は一緒ですね。で、スピーカー穴の、えっと、形が違います。 まあこっちの方が本来ほこりの侵入は少ないでしょうね。ただデザイン的にはこっちの方がなんかかっこいいかなっていう気はします。もうこれはこうですね。こういう風にして。だからリセットボタンが横に来てるんでそこの違いがある。で 351MP の時はもうそのまま電源が突起してた。そういう意味では進化してますよね。水をつけてその中に突起させてるので格子が減ってると。えー、左側も一緒ですね。 えこちらもえっと溝がないのでそのまま突起した状態で電源ボタンがあったのが今は彫りを作ってその中に突起を作ってるという違いがあります。で背面は共に一緒でえこちらのゴムがついた状態ですね。僕はこれ思い切ってなくてもいいかなってこれはずっと言ってます僕は。うんこれなくてなくてもうメタルだけそれが中華ゲーム機のなんか攻めの姿勢で僕はいいかなと思ってます。という感じですね。それではえっと 重さを、大きさ測ろうか。大きさ測りましょうか。ざっくりですよ。ざっくり大きさ測ります。横幅が14.4。縦。えっと、LR は抜きます。7.1。厚み清し。1.6ぐらいですかね。で、重さ測りましょう。まあ、これで 351MP との大きな違いが分かると思います。皆さんにもね。えー、それでは 353V。ドン。228g です。 それでは 351MP。はい、267g です。違うね。40g ぐらい ?40g ぐらい違いますね。だからやっぱりその分、うっすらとあの違いが違いに出てると。で、ちなみに 353V。軽いね。まあ、当然はね、プラやから。でもそう考えると、 えプラの部分がメタルになったといっても 70g 程度っていうことになりますねまあでも 200g の 70g やからね相当な量にはなりますけどね70え229やから230やからちょ 40g だごめんなさい 40g ですね 40g 重くなったとえー、それではですねスペックの方を見ていこうと思います RG353M ですね こちらはまあも基本的に RG353V とはほぼ一緒と言っていいんですけども、OS は Linux と Android のデュアルシステムになってます。CPU は6チップ3566を搭載しております。クワッドコアの6 4ビット Cortex-A55 のチップセットになってます。で、RG353M はちょっと調整されていて、えっと、最高の周波数が 1.8GHz になって、 ますホントアイと6チップ3566は 2.0GHz までいけるそうですがやはり排熱機構っていうかファンとかがないのでこの辺は 0.2GHz は抑えているという状況ですね。で内蔵 GPU はマリ r g 5 2 8 5 0 m h z ですメモリーは l p d d r 5の 2GB。 で、ストレージの方はですね、Linux モードは、えっと、マイクロ SD カードに耐えることになり、えっと、はめは 16GB が付属されています。MAX は 512GB になっています。Android の方はですね、内蔵が、えっと、EMMC で 32GB 用意されています。 で、えっと、当然、外付けのマイクロ SD にも対応していきますので、そこはご利用ください。液晶は 640×480 の4対3の比率。OCA の IPS 液晶になってます。無線関係は2.4、えっ、ー、と、5G に、5G の Wi-Fi に対応してます。 802.11ABGNAC 対応 Bluetooth は4.2でちょっと面白いのがバッテリー容量はですねちょっとだけ多くなってまして 3500mAh になっております、えー、それではですね本体の感覚ですね感覚を見ていこうと思いますメインの4つボタンうわまた軽いなこれめちゃ軽や 3三 v、三3三 v よりもさらに軽い3五5 3 v は一回ちょっと戻ったんですよプリット感が昔のやつにあのほんのちょっとよ最近どん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 軽くなっていたのがちょっと持ち直したんやけどこれは個体差かもしれないけどね軽いちょっとモノタリン正直俺はモノタリン もうとにかく押すことに対する反発がないんですよ戻。戻ってくるのは戻ってきますよ。その安いゲーム機とは違って。でも、むちゃくちゃ軽い。ちょっと安っぽさを感じるぐらいのヘコヘコ具合。うーん。まあこれの方がいいっていう人もいるのかな。 でもね M シリーズのあれは、えっと、紡いでいて、まあ、いつものアンバーニック社の攻めの姿勢なんですがボタンと筐体の穴があのもうピッチリなんですよここまで攻めるとだいたい引っかかんのこれ今日までもいろんな中華ゲーム機で例えば RK3326、えっと、かあ違うごめんなさいえっと、えっと、忘れたもう名前が忘れたあの一番初めのやつね第4世代の。 あれとかは引っかかったんですよ。メタル出したけど。ね、ここはさすがやなと思いますよ。でも明らかに X と Y が弱い。だから PSP 状態ですね。B と A は強いんです。だから多分支えがこんな感じ、こんな感じであるのかなわかれへんけど、これがすごい弱い。うん、ちょっと心配になるぐらい緩いっすね。 うん、僕はこれ戻してほしいと思うけど、難しいのよね。じゃあここをプリット感を強くすると、要は故障の原因にはなるんですよ。ゴムに負担がかかってるってことなので、裏はゴムで支えてるんでね。緩い方がゴムにへの負担は少ない。でも押し心地としては物足りないっていう、どっち選ぶって話なんですけど。でも、同じゴム使ってるかわからないけども、十字キーは非常に、えっ、ー、と、軽快ですね。うん、これはもしかしたら、 格闘ゲームやりやすいかもしれないね。うん。こっちの方、ちょっとメインのやつボタンのペコペコ感は、ちょっと心配されるぐらいのペコペコ感。うん。あの、例えば、シューティングゲームで連写するときって、まあ、連写モードオンにすればいいんだけども、こういう風に連写しないでしょあまり戻らずに、押し、半戻し押しっていくでしょこう。こんな感じで。 この時にこいつがちゃんと反応してくれんのかっていうのがこんだけ緩いとやっぱ戻りがやっぱ若干遅いと思うからそこがちょっと心配ですね十字キーは個人的には好きな感じうんちょっとぬるっとした感じもあってであの何て言うんかなあんまり同時に凹まないというか下は下右は右右下は右下っていうので単独した動きをしてるので 回転もやりやすいし、ここで変にこう、グラグラグラっとしないんですよね。だから僕はこの十字キーを押しやすい。アナログスティックはね、ちょっと軽いかな。これも個体差やと思うけど、351V は結構しっかりちょっと、こう、硬さのあるものやったんだけど非常に柔らかいっすね。右特に柔らかい。うん、こういうものを選んだのかな。351M。 3 − 5五1 m とかなんていうかな例えばこれを右に倒すときに反発みたいなのがあってサコンと落ちへんやここ全くゴムもなかったらポンってなって倒れたままになるじゃないですかでもこういうものって当然戻ってこなあかんから反発の力ってのがあるんですよその反発の力が3五5 1 m p なんかは程よいんだけど 353V は結構それが緩いだからなんかスッて降りていく。でもも戻りりりしっっかりパンと見てもらった通り 戻りはしっかりしてるので大丈夫と思うけども多分今までのアンバーニクシャの中で一番軽いんじゃないかな。抵抗がないというか反発がないっていうか今のはっ,っていうのは反発って言いそうになってちょっと悩んだ。<laughs> LR はパチパチ。うん。やっぱ筐体がちっちゃいからボタンもすごくちっちゃく感じる。やっぱそうやね。そうだ。ここで大きな違いがある。これ見逃してた先。 むっちゃ近いねんここが押し心地はほぼ一緒でも LRR2L2 が高くなってます前と違って前は同じ高さでも今回はああいう 351V とかで使われている高さをあえてかなり強調して高くなってますねだからアクセスはしやすい でここの距離も縮めたからより指がすぐ押せるようにっていう改良はされてます。これ大きい違いやね。でもその代わり L と R をどっちかっていうとちょっとこういう風にして人差し指の腹で押す人はもしかしたらたまに当たってしまうことがないとは思うけども、うん、でもこれは L、L1、R1 を押しやすさってよりも L2、R2 を押しやすくするために L1 と R1 の合の子 L2R2 を押してしまうような合子の点は目をつぶったっていうのがまあ正確な考えでしょうね。うんまあ、よくは考えたけどこれは今後に何、まあ、て言うんかなユーザーの声によって戻されたりする可能性はあるよね。でまあこういうチャレンジ精神はいいと思いますけどね。 まあ、そんな、いつも言うけど、この、えっと、353、えっと、M で遊べるゲームっていうものが、そこまでまだ L2R2 を使う。これやっぱり PS2 からなんですよ、ここ使うようになったのっていうのは。そもそもドリームキャストには L2R2 ないからね。PS1 のゲームでもそんなに L2R2 を対応するゲームってそこまで多くないと思う。僕が知ってる範囲ではね。 なので、まあ、そこは、あの、押しても、合詞があっても、あんまり意味がないというか、その辺は安心感があるんじゃないかな。まあ、ここをなんかセーブステートとかにしてたら、気をつけないといけないけどね。うん。あとは、ここですね。あと、ちょっと十字キーとアナログスティック。さっきに、えっと、ちょっとゲーム起動して、格闘ゲームで技の出を見ましょう。ちょっと、前回の 351V は、えっと、十字キーとアナログスティック、それぞれに特徴とデメリットがあったのでね、見ていきましょう。えー、それではですね、まず十字キーから見ていこうと思います。 シンク行きますあ。出ないかあ出ましたね。シンク行きます。うん シンク行きます、うん、もう一回、A、十字キーでいきますシンクいきます。シンク行きます シンクいきます。もう一回行きます。えっとですね、下から右行って戻るときに。なんかね、下がまだね、入った状態になってるんですよ。 うん、下右って言ったら本来下が浮いてこなあかんねんけどもうそこがうーなんか上がりきってない状況で戻すんで多分入力が入ってないんだと思うだからちょっと大げさぐらいに動かさないとえっと入力が反映されない感じしますねうんこういう感じでやるといけるかもしれんけどうんだからあんまり力入れて押すとダメみたいな 今いけたのがちょっと軽めに押すぐっぐっとこう本体に指を押し付けるんじゃなくて、ちょっと優位を持たして軽くスッスッとやると出る感じ。でも僕の今までのこの押し方でできる筐体っていうのはほとんどやったんで、やっぱりちょっと緩いんかもしれんね。こっちと同様ね。じゃあ次アナログ。ああ、なんかや、なんかおかしいな。 入らないっすねはいこれ個体差かないけるか俺が下手くさなだけか真空行きますうん。うんなんかおかしいね あーちょっとパッとせんな,、うん、なんかねちょっと軽すぎるやっぱちょっとね軽すぎんねんここがなんかちょっと軽すぎる感覚ありますねうーんシンクいきます 一戦やらしてくださいえー すンクいきます,行行きます出ないねなんかちょっと違和感あるなんなんやろこの違和感は何な,なんやろかいや出ない いや,いや僕の過去動画見てもらったこれねあまあとりあえずちょっと最後までやろうかちょっと十字キーでやりますうんえっとねもしかしたら初めておじいさんの動画見ると「いやおじいさん下手くそなだけちゃうの」 思われるんやったらあの中華ゲーム機の他の過去動画を見てもらったらいいと思うんだけどうー,おーちょっと何ありに僕は感じるななんかやっぱり、ね、ちょっとねスカスカすぎるんですよ両方がうーんまだいや十字キーのは当然重たさはありますけどちょっとアナログスティックはなんか軽すぎて なんか滑ってしまってるっていうかなんか指の動きがあんまりしっくり僕の手の大きさではしっくりこなかったですね。皆さんは問題なければいいんですけども当然これは手の大きさとかうん例えば操作の癖とかってものがあると思うんだけど 今まで、あ、波動拳出るわ、真空出るわ、あ、100%出るわ、っていうのは普通に動画で見せてきてるんですよ、皆さんに。そこから僕は、まあ、格闘ゲームは、あのー、基本的に1日は1回やってます。なので、別にそこの操作性が悪くなったとは思えないんだけど、ちょっとおかしな感じがするかなと思うので、格闘ゲームをすごく好きな人には、ちょっと注意した方がいいかもしれない。 もしかしかたら、うん、一応僕の中ではこんな感じやったちょっともう一個侍スピリッツやってみましょうかじゃあねじゃあちょっとやってみます<然>まずあ十字キーからあこっちはいけるな。 さすがに武器破壊技これでは無理ですいやでも全然ストリートファイターよりかは出るね十字キーもう一回十字キーでやります 試合は全部十字キーでやります。次の試合からアナログスティック使います。三本目武器破壊技。あ違う。ボタンマスット。武器破壊技。出ろ。<だ>武器破壊技は難しい。 あやら <laughs> じゃあ、次アナログスティック使います。<laughs> ピヨっちゃった。 なんかねアナログスティックがちょっとやっぱおかしい感じするねちょっとずれてるっていうんかな軸が、うん、横までやってるだけやのになんか上に行っちゃうっていうかなんかやっぱちょっとアナログスティック変な感じするな、うん、これなるの上行っちゃうんですよねこれこれね上行っちゃうん 分かれへんけど多分まあ俺の癖もあるんやけどちょっと上に入るやつが敏感に上って。 ってまああのー、入力しちゃってるんでしょう、ね、もしかしたらコントローラーの設定でどうにかなるかもしれんけどなえっとですね、えっと、その後、えっとアナログスティックの,その感度みたいなものをレトロアーチの方で変更できるのでそちらでもちょっとテストしたんですよねちょっとその感度がはじめ1.5になってたので1.0でテストしたんですけどもやっぱりほんのちょっとは解消された感覚はありましたがやっぱりこの横にするやつがちょっとこうやっぱり自分の指も実際上いって てると思うんですけどもジャンプに認定されてしまうっていうことがやっぱりねちょいちょいあってつまりそれがまあ正確に入力されてないっていうことで技が出ないっていうことがやっぱりねそこれはやっぱり一つ言えるのは筐体がやっぱりほんのちょっとでもちっちゃくなったっていうことで。 え、この指を下に向けてやるときに、やっぱり上の方に行きたがるので、指っていうのはね、もともとはこういう風になってるので、親指や、どうしてもちょっとここで止めれないというか、その辺の、まあ、あの、ちっちゃいがゆえの、なんて言うんかな、悪い部分もちょっとだけ感じてしまうということはありました。ま、これ僕だけの個体差とか、 僕のゲームが下手くそやからなってるっていう風なことであればいいとは思うんですけどもこれはまあもう包み隠さずお伝えしておこうと思いますえそれでは電源の方ね入れていってみましょうかその前にちょっと保護シール当たりか外れか払おうと思いますはいということで見てもらいました通り当たりでした今回は綺麗に、はいに上のシャンデリアが映るぐらい当たり でしたんで良かったです。それでは、えっと、リナックスモードで電源入れていきましょう。それでは、スイッチオン。はい。初じめから電池は入ってますね。アンバニックのいいところ、これやね。あ、でもちょっとオレンジやから。あ、大丈夫か。点滅してるってことはないですね。はい。リナックスモードで立ち上げます。はい。ということで、立ち上がりましたね。電源は80%入ってました。 それではちょっと面白い実験してみましょう。えっと、351V 用のアークオイス入れれるのかって、ね、やっぱみんな気になるよね。それ見ていきましょう。えー、それではこちら353、351、三五三 v の、えー、アークイスが入ったマイクロ SD カードをですね、353M に、<laughs> もうほんま分かるようになってくるね増えすぎて。入れて、電源を入れてみようと思います。さあ、どうだ。 電源入ったああ来たー <laughs> 朗報朗報だこれは多くのユーザーにとって朗報じゃないかいけたわいけたい <laughs> <laughs> けましたなんとアーク OS いけましたねちょっとゲームやってみようか、ちゃんと動くか。 これは朗報だぜ。うわ、いけるわ。多分。でやあ、これ朗報やわ。多くのユーザーに。これは安心して買えるよね。 後ろのこのビルってあれちゃんストリートファイター2で初め喧嘩してたビルちゃんだね <laughs> <laughs> では僕は全く使わないんですけども、えー、こちらの 353M の方はですね Android モードがありますえっ、ー、とこちらのマイクロ SD カードを抜いて起動すると Android モードになりますのでそれもちょっと見ておきましょうそれでは電源入れます この後、アンドロイドのロゴが出るはずですね。アンバーニックのロゴの後に。はい、出ましたね。バージョンがいくらなのかな僕、この撮影時点では、えっと、公式から情報をもらってるんですけども、ちょっとそこには OS のえっとバージョンが書いてなかったので、一緒に見ていきましょう。はい、ということで、アンドロイドが立ち上がりました。 タッチパネルですね。タッチパネル効いてるからこのように動かすことができます。ではちょっとバージョン確認します。えー、っとですね。はい。android のバージョンは11になってますんで、android 11が入っているようです。えー、ということで,ですね。android の方は android 11。そしてまあタッチパネルもこのように軽快に効きます。細かいところまではね、ちょっとわからないけど。で、見た感じはやっぱり Google ストアが入って、 出ないのでこの辺は非常にまあちょっと使いづらい状態かなと思います。なんか視聴者さんのコメントで聞くと Google ストアもえっと手動でなんとかなねじ込めるようなんですよね。でも Android11 は特にセキュリティが強くなってて入れづらいので有名らしいのでちょっと手間はかかるかもしれません。まあただし野良アプリはねあの結構入れるのは簡単なね自分が持ってる別の Android のえっとスマホでえっとまあ、無料のエミュレーターとかをダウンロードしてその ダウンロードした APK をダンプして、こちらの方に入れるという方法で、まあ、基本的には追加していくことになると思います。まあ、あの、その Google Play ストアを、まあ、あの、ねじ込めば Google Play ストア経由では入れれると思いますがね、なかなか手間やとは思います。えー、よかったこの Android もね、まあ、使いたい人もいると思うので、もえっ、ー、と、 ものによってはこっちの方が早いレー、ね、多分もしかしたらあるかもしれないので多分僕はもう Linux ので十分なので Android は使わないので多分レビューは今後もないかなと思いますんでそこはちょっとご了承ください基本的には Linux で色々テストはやっていきますということでいかがだったでしょうかとりあえずねファーストインプレッションを見てきていただきましたまああのー、一番ちょっと気になったのはやはり最近のアンバニック社のちょっと筐体の十字キーとアナログスティックの 個人的に格闘ゲームの技の出っていうところがちょっと悪くなってるかなっていうのは感じます。これは個体差であることを願いますあとは僕の、えっと、指の動きっていうものが、えっと、昨今の中華ゲーム機にちょっと合ってない指の動きをしてるのかもしれないです。ただし普通の、えっと、こういう他のゲーム機では普通に、えっと、技は出せてるので、えっと、その姿も子古参の人たちは知ってると思いますんでね。 同じ指の動きなので、うん、今回のやつだけおかしくなるってことはないと思うんですよね。ただし353部員の時から、えー、ちょっとずつこの辺、ちょっとその前ぐらいかな、えー、からちょっとそういうものが出てきてるので、ただしそれイコールどういうことかっていうと、あの、じこのメインのやつボタンの後ろのゴムが弱くなってきてからなんですよ。こういうことが顕著になり出し,なり出してきたのって。なので、ちょっとその辺が関 関係してるのか当然左右同じものを使ってると思うんで、やっぱり関係してんのかなと。でもそれやったら、まあアナログスティックも、は関係ないよねっていうけど、やっぱアナログスティックも今回特にすごく軽く僕は感じたので、ちょっとそのズレが出てんのかなって座標に。だからこの辺は本来十字キーがダメでもアナログスティックが、まあ救いになるっていう部分っていうので、 えー、救われてきた部分はあるんですが、僕はちょっとこの 353M に対しては、両方格闘ゲームにはもう向いてないと。これはごめんなさい。あの、個体差だったらすいません。僕の方は大丈夫でしたよって購入された方で、えっと、あったら言ってください、それは。ただし申し訳ない。僕は自分の個体で起こってることでしか感想を言えないので、えー、そう言うとやっぱ向いてない。あまり技はもう出にくいと、えー、言い切ります。出にくいです。 なので格闘、僕のまあ筐体でのこれ意見ですが、えっと格闘技ゲームすごいしたくてこの小さい筐体でやりたいっていう人には僕は不向きなんじゃないかなと思います。ただし普通の、えっと、そういうふうな、まあ、非常にシビアな入力を求められない他の多くのゲームであれば僕はこの十字キーを押しやすいと思いますしアナログスティックが軽い方が当然操作はしやすいと思うので、えー、その辺は利点といって 点にも取れると思いますただし格闘ゲームでは僕は両方は犠牲になったのかなと思いますただしこの筐体の大きさがね、えっとまさかの小さくなってるっていうところらへんには企業努力というか同じも使い回さなかったんやっていうところは非常に感心しましたでこの 353V の時にももう経験皆さんもしてると思いますが結構まあその安価型のレトロゲーム機では結構完成形に本当に近い性能になってきていて 第4世代ででは厳しかった、まあ、あのものですねドリームキャストとか PSP なのかが非常に軽く動くようになってきてるっていう面なんかは大きいポイントなのででそのよりも小さくなってる更に小っちゃくなって、まあ、メタル筐体好きのファンっていうのはものすごい量いますので。 えー、その辺は非常に大きいポイントじゃないかなと。あとやっぱり今日最大の喜びはお見せした通り、なんと 353V 用のある、えー、とアーク OS がそのまま、えっと、適用できるっていうのは非常にでかいポイントだと思いました。オリジナル OS にたくさん不満を持ってる方もおられると思うので、アーク OS 出たら買うよっていう方多いんですよ実際で。アーク OS が発表された後にボボン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 ってこう売れてるっていう数値も出てますんでね。 えー、その辺は嬉しい情報になるんじゃないでしょうか。えー、この辺よかったら参考にしてください。次回、えっと、エミュレーターテストとかしていきます。えー、こちら RG353M は明日発売になります。えー、正規の発売金額が21,100、えー、21,499円なんですが、48時間、2時間限定で、 えっと、整理やってます。19,999円で、えー、発売されます。で、最近は送料いるんですよね。送料が別途1,699円かかりますので、そこは、えー、よく考えてください。えっと、とにかく、えっと、前回の RG353V もものすごい売れて、 えっと、ちょっと到着が後半買った人は、えっと、ちょっとまだ届かないんですって方もおられたので、欲しい人はもうサイトにへばりついておくことをお勧めします。で、えっと、とにかく2000円かな ?2000 円安く買え、1500円ぐらいか。 安く買えるので、まあ、そのセールもうまいこと利用して買ってみてはいかがでしょうか。アーコイス使えるのはでかいと思いますからね。はい。ということで、えっと、商品リンクは動画の下の概要欄のところに書いてますんで、そのリンクから、えっと、飛ぶと購入できますんで、そちらからどうぞ。えっと、だからまだ今はないのか。えっと、あったら、えっと、リンクが、えっと、発表されたら貼りますもう貼。もし僕もらってて見逃してたらもう貼ってますんで、えっと、そこをチェックしてください。 えこの動画で初めておじいさんのこと知ったよーってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。